味の素スタジアム。本日は FC 東京 VS 浦和レッズ第1節イエーイ。はい、ということで第1節を迎えました。イエーイ。第1節今日、去年第34節まで暗いね、見たんですよね。また新しく2023年第1節でございます。ということで今日は味の素スタジアムさん、東京 FC VS 浦和レッズの一戦です。はい、楽しみですね。超満員のお客さんでございます。今日はあの自由席なんです。1時間半ちょい前に来たんですけど、それでもパンパンです。あの来場の際に限定何人様だったかな、なんかユニフォームを配っていていただきました。嬉しいです。来たいと思います。お家で暑い、コート着てきたんですけど暑くて、今日多分最高気温13度、4度ぐらいになるみたいです。はい、ということで新体制、どちらも新体制ですからね、楽しみです。昨日のマリノス対川崎はダゾーンでリアルタイムしました。あのスーパーカップでマリノスは見てたんですけど、やっぱ今年のマリノスめちゃめちゃ強いです。2-1でマリノスさん勝利してましたね。今日は浦和レッズはスコルジャ監督お初にお目にかかります。リカさんがいないんですっていう話はしないでおきましょう。でも初めて見る監督さんなので楽しみですね。もうあの監督されて4度優勝されてる監督さんで、すごそうです。楽しみですね。ということでまずは食料調達にすっごい並んでるんですけど行ってきたいと思います。本日はカレーにしました以上今日は昼間なのでちょっとカロリー高めでもいいかなと思って、ヒレカツカレーです。石川選手とザイオン選手が出てきました。今日はですね、初めての光景かも。あの完全に FC 東京側の自由席で見てます。今日一緒にあの来てるのが FC 東京のサポのお友達なので、今日は一緒にここから観戦です。ということでいいことに浦和のサポさんが真正面に綺麗に見えるんですよ。ちょっとこの光景は初めてかもしれないです。だいぶ早めに出てきて気合十分の浦和レッズさんです。すごい、拍手とブーイングがすごい。なるほど、こっちは全部立つんですね。わー、そうです、今日はだってあれだ、全面声解禁だから。わー、テンション上がる。これはえ、なに、え、あ、そこに来てくれてるんだ、薬物装備さん。あの育成でどっか行ってた選手、キーパーさんですね。あ、あんなに大きいんだ。もうちょっと細いイメージだった。ジャコブ・ストーブック選手とブランドン選手、ブラーマー選手が入ってきました。わ、水色、水色、水色、めちゃめちゃいい
わあ、水色かっこいい。浦和の色は赤なんですけど、それに逆行する水色っていうのがめちゃめちゃテンション上がります。すごい、いい眺め。めちゃめちゃいい眺めですよ。今日どうやら私はゴール裏に初めているようです。 FC 東京さんの友達ガチ勢、もうちょっとでもいっぱい、いつもいないかな、浦和さん。うわ、出た、あれ浦和すごい。だからね。ソルジャ監督に代わって守備に重きを置いた監督の思考思案があると聞きました。なんかボールロストした時の食いつき方とか守備へのスイッチの速さが今までの浦和レッズにはない感じらしくて、それを見れるのがとっても楽しみです。それから新メンバーニューカマーのホイブラーテン選手が早速スタメンで起用されていて楽しみですね。間に合いましたね。あとちょっとなんかキャンプが別メニューだったかもしれない、小泉選手がスタメンに入ってて、こちらも良かったなと思います。あとはあれですね、北海道いるときは見たし、興梠選手が、浦和レッズの興梠選手が戻ってきましたので、しかも今年の興梠選手は一味違うらしくて、もうキャンプの時からバッキバキに準備がもうすぐ試合出れますぐらい整ってたらしくて、その興梠選手が見れるのがとても楽しみだなと思います。あとはあれですね、ワールドカップを終えて戻ってきた酒井選手がどうその経験を落とし込んでチームにいい風を吹かせてくれるのかとか、在籍が長い選手たちがね結構吹きますから。あとあれだ、熊本でエースだった高橋俊樹選手はまだ入ってないのかな、今日はまだ入ってないのか、ちょっと楽しみですね。だって FC 東京さんはね、アルベル監督ってもっと長いかと思ってたらまだ2年目なんですね。なんかかなりファンの方に浸透してますよね。なんかファンサービスがとてもすごい監督さんだなって思います。ツイッターの反応とか。そして今年のアルベル監督2年目の FC 東京さんはさらになんか攻撃的な感じが求められてると見ました。楽しみなのが、去年もね大活躍だった横浜 F マリノスから来た中川選手と、あと鳥栖の小泉圭選手、この2人がもうかなりフィットするのが早かったみたくて、その2人のチームへのアクセントがとっても楽しみだなって思います。今日ね早速中川選手はスタメンだし、あ、小泉圭選手もスタメンだ、楽しみですね。なんか FC 東京さんは結構若い選手、大卒2人、高卒5人とか新しくメンバーに入れましたよね。なんか早速入ってた気がしますよ。なんだっけ、田原積田選手って読むんでしたっけ、サブに早速入ってましたね。俵隅田選手、隅田か、隅田選手、18歳。
日はどっちが勝つのか楽しみです。花火が上がったよ。すごい撮ってるな。映像あれが高くていいですね。ディフェンダーナンバー4ヤスキー・キモト。ディフェンダーナンバー44エンリケ・プレベザー。すごい、こんなとこで撮ってるんだ。ディフェンダーナンバー49シーン・パンダ・ガメ。Midfielder number 37, Nate Koizumi. Midfielder number 10, Seigo Higashi. Midfielder number 7, Ryu Hatsuki. Forward number 39, Kazuhiro Nakagawa.
ロ対レロレロゼロ対ゼロ。なんかね、でもね、久しぶりだったからですかね。めちゃめちゃ面白かった。ゼロ対ゼロだけど。めちゃめちゃ面白かったです。蓄電池の設置は使用や光熱費の削減。まずレッツですけど、災害時にも有効ですよ。なんかね、ボールに向かう、なんて言うんだろう。本日のスペシャルゲスト、守備が強くなったって言われてたと思うんですけど、なんかね、ぶつかり合いとか、たまにはもう、ぶつかり合いとかがすごい激しくて、あ、ミワさんだ。こんなすぐ始まるのね。強めだった。
皆さんありがとうございました。ご来場の皆さん、今一度大きな拍手をお願いします。はい、前半でした。ありがとうございます。点数は入らなかったものの、すごく熱くて気迫のある楽しい試合だったと思います。ここで三菱新宿プレゼンツ前半戦ハイライトをご覧ください。シュートが入ってくれていいなって思います。ということで後半に続く。金銭選手が開幕から見れるのいいな。めちゃめちゃなんかもう背中が頼もしい。いつも言うけど、結構我慢我慢の時間が続いて、ついに先制ゴールを決めました。流れが変わってもう完全に FC 東京ペースになってた後半だった感じがします。なんかそのスペースが、行きたいスペースが結構埋められちゃってて、浦和レッズがうまい具合に前に行けないなっていう感じが続いていたように見えた後半戦でした。コルク選手後半入ってきて、関根選手入ってきて行くかなって思ったんですけど、今日はあまり怖さが見せられずに終わっちゃったのかなって思います。こちらには FC 東京の渡辺龍馬、渡辺龍馬選手が入れました。ゴールを相変わらず全然喜んでなかった姿がいつも通り、まあ、途中出場すごい、非常に自分の中としては何て言うんだろう、まあ、悔しかった気持ちもありながら、その選手もサブなんだみたいな、結構 FC 東京さん、今年は選手層が厚いんじゃないかっていうように見えました。なんで先発争いが激しそうだなって思いました。まあ、綺麗な形じゃなかったけど、アルベル監督って一回も前に出てこないですね。なんかいたのかなっていうぐらい見えてなかった。はい、ということで、初戦は FC 東京さんが白星、黒星、勝ちは白星です。はい、ということでシーズン始まりましたので、来週からまたいろいろ見に行けるのが楽しみにしてます。本日も熱い熱い試合をありがとうございました。
選手が回ってきてくれるから、やっぱ球際だったりとか取りますけども、できるかというところが大事だと思って入ったので、ミスしても。FC 東京さん、初戦勝利おめでとう。